内遊外患で追い込まれるプーチン高まる国内軍事クーデター暗殺の可能性 F16 戦闘機供与サミットと化した G7 広島サミット5月に入りロシアのプーチン大統領の制裁のなさに歯止めがかからない ウクライナのゼレンスキー大統領がほのめかす大規模反転攻勢に備えるためかプーチン氏はロシア侵略軍に対し攻撃から守備に転じて最前線に長大な戦車号を構築するよう命じたまたウクライナ東部のバフムトではウクライナ軍とロシアの民間軍事会社ワグネルの傭兵部隊との間で何ヶ月にもわたり攻防戦が続いている。 おそらくプーチン氏は5月9日の対独戦勝記念日までにバフムトを完全占領し当日の式典の冒頭演説で戦果を高らかに歌い軍や国民を鼓舞し自分の偉大さも PR しようと考えていたはずそのためワグネルの創設者でプーチンの料理番と呼ばれるプリゴジン氏に何が何でも式典までにバフムトを攻略せよと言明したと言われている だが残念ながらそれはかなわず国民へのサプライズも不発となり式典でのプーチン氏の演説にも覇気が感じられなかった対照的にゼレンスキー氏は実にパワフルかつ活動的で5月19日から21日に広島で開かれた先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットには当初リモート参加を予定したが間際にリアル参加を決意して世界をあっと言わせた ゼレンスキー氏は全面支援する西側主要国の首脳たち一人一人に膝詰め断反を展開。悲願の米製 F16 戦闘機の供与についても最後まで難色を示すアメリカのバイデン大統領にパイロットの訓練や欧州各国が保有する機体の譲渡を認めさせた。イギリスなども並行して F16 供与のためのお膳立てに動いており、広島 G7 サミットはまさに F-16 戦闘機共用サミットそのものだった。対独戦勝記念日の式典が大幅縮小された本当の理由。前述した対独戦勝記念日は第二次大戦でヒトラー率いるナチス・ドイツに勝利したことを祝うロシアの祝日でモスクワの赤の広場で盛大に行われる軍事パレードが有名だ。対立には、 最新兵器が並び旧ソ連ロシアの威厳や強大さを内外にアピールする意味も大きい情報戦・暴力戦が得意のスパイ組織 KGB= 旧国家保安委員会現 FSB= ロシア連邦保安庁 OB のプーチン氏が特に重要視するイベントの一つでもある例年であれば祖国を侵略したドイツ軍を打ち負かした立て役者で 結作戦車でもある自国製 T34 戦車を10台ほどの車列の戦闘に置き、その後に最新鋭の MBT、主力戦車 T14 アルマータや各種装甲車、ミサイルなどが大名行列のように連なる。世界に冠たるロシア軍ここにありの新骨調だ。だが今回は保安上の理由でパレードは大幅に縮小され、 花型の戦車も骨董品の T34 が1台のみ。現用 MBT は皆無で上空をかすめる戦闘機も見られず、観客も例年の数分の1に抑えるなど何とも寂しい限りだった。大手メディアや専門家は裏事情として次のような見立てをする。 多くの人が集まる式典を台無しにしてプーチン氏のメンツを潰そうと企む抵抗組織のテロを防ぐためパレードに戦車を出す余裕があるなら武器弾薬が足りない前線に遅れという不満が軍部や国民から出かねず MBT 参加は特に控えた戦闘で失った MBT が想定以上に多くパレード常連の現用戦車が本当に足りない 半世紀以上前の T55、T62 といった旧式 MBT は未だに豊富にあるようだが、まさか埃をを被った骨董品を相互から引っ張り出して散列させるのは無茶。兵器不足はここまで深刻なのかと世界に知らせる結果になる。だが一部では、保安上はプーチン氏暗殺の器具ではと深読みする声もある。プーチン氏が抱く偉大なるロシア帝国、 ソ連邦よもう一度の個人的な無双のために戦う意義も不明のまま戦場に赴き、しかも史上稀に見るお粗末作戦でロシア侵略軍は大損害をこむった。先鋒を務めた戦車部隊の被害は特に甚大だが、ロシアではナチスドイツの侵略から祖国を救った戦車兵は国民の尊敬を集めるエリートだ。ある軍事専門家はこう分析する。 ロシア軍の中でも一目置かれプライドも高い戦車部隊が今回の戦争では全滅する例すらあり MBT の損失は3000台に達するとの説もある部隊を指揮し将来ロシア軍の中核を成す貴重な将校各士官学校を出た軍幹部も多数戦死している軍の最高指揮官で無謀な侵略戦争を命令したプーチン氏に彼らの怒りの矛先が向くのはむしろ自然 戦勝パレードはプーチン氏暗殺にとっては絶好のチャンスで行進する多数の MBT がプーチン氏のいるひな壇にめがけて一斉に方針を向け射撃し殺害という計画も否定できないしかも防御が強力な現役 MBT 相手では警備部隊は応戦しても全く歯が立たずまさか MBT の反乱を警戒して対戦車ミサイルを所持しているとも思えない こうなると、もはや軍事クーデターで、この最悪のシナリオを察知したのではないか。プーチン氏には影武者が複数存在し、式典に出席の人物が本物か否か不明との指摘もある。だが、プーチン武士とも言うべき独特の堅苦しい演説を長々と話さなければならず、さすがに本物の可能性は高い。クレムリンのドローン攻撃は、 国内超保守派による警告か実はパレードを舞台にした暗殺事件の前例がエジプトにある。1981年10月、第4次中東戦闘でイスラエルに勝利したことを祝う軍事パレードで、行進する戦闘車両から飛び出した暗殺部隊が、機関銃と手榴弾でサダト大統領を殺害している。アメリカの仲介で、 急イスラエルとの和平条約を電撃締結したサダト氏だが国民や周辺のアラブ諸国からは裏切り者と反感を買いこれに呼応したイス,イスラム過激主義組織による反抗だと言われただが冷戦という時代的背景から裏には KGB の影もちらついているとも言われもちろんプーチンも同暗殺事件は知っているだろう翻って戦勝記念日パレード直前の 今年5月3日には前代未聞の事件も起きた。クレムリンが複数のドローン攻撃を受け、プーチン政権に衝撃が走った。ドローンは前期撃墜され、人的被害はなかったようで、国民を総動員体制に引きずり込む自作自演、ウクライナによる長距離ドローン攻撃、国内の反プーチン組織パルチザンのテロ攻撃といった犯人像の憶測も飛び交った。 だが自作自演の場合クレムリンへの直接攻撃はあまりにもリスクが大きすぎまた他の2つの説も首都モスクワの厳重な防空体制やクレムリン周辺の厳重な警備を考えると現実的ではない特にウクライナ犯人説の場合クレムリンへの直接攻撃はプーチン氏に国民総動員の口実を与えかねず ロシアとの全面戦争を憂慮する欧米の反感も買ってしまい、デメリットの方がはるかに大きい。加えて、その後、この事件に対し、ロシアはなぜか話題を避け、もちろん戦争記念日の式典でもプーチン氏はこれについて言及していない。このため、戦争の仕方が生ぬるいとプーチン氏を指談する国内超保守派の警告のサインではとの観測の方が的を射ているとの指摘もある。 ところが5月24日のニューヨーク・タイムズ紙はウクライナが関与していると米情報機関が疑っておりゼレンスキー氏本人が把握していたかはわからないが同国特殊部隊や情報機関が実施したのではと報じるなど混沌としている防衛面でも中央アジアで存在感を見せつける中国 自分が種をまきながら順調に進まないウクライナ侵略戦争に不信する間にプーチン氏がロシアの勢力範囲だと強調する旧ソ連圏の中央アジアで脱ロシアを予感させる動きが着々と進んでいる点も注視すべきだろうまずは中国の動きだが対立の動を深める西側主要国の首脳が集まる G7 広島サミットにぶつける格好で 中国中央アジアサミットを5月18日から19日に開催したカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの中央アジア5カ国との間で経済、金融、貿易面で広範な協力関係を築こうというものだ主導した中国の習近平国家主席は5カ国に総額約5200億円の経済援助を約束し お得意の札束外交で魅力をアピールするここで気になるのがプーチン氏の動向でこのの地域は旧ソ連圏でいわばロシアのテリトリトーだ西側との対抗上中国との蜜月を維持したいプーチン氏としては一帯一路戦略など以前から中央アジアに触手を伸ばす中国との間で経済的支配は仕方ないが軍事進出は許さないという暗黙の了解がなされているという。 だが今回の中国の動きは防衛に関する協力強化も盛り込まれている模様でプーチン氏にとっては内心穏やかではないだろう。